はい、どうもお久しぶりでございます。お、高蔵でございます。いやご覧の通り、また、今回の動画もですね、夜走り、夜走り動画とあなってございます。はい、いやー、あっという間にですね、長期休暇も終わりましてね、で最初の、まあ週末なんでございますがね、いやきついきつすぎですわ。今日土曜日、これ撮影、夜走り土曜日に来てるんですけどね、いややはり長期休暇で体の方もなまっておりまして加えてあの暑さもありまして、そこで加えて仕事の量が休み前よりもかなり多ございましてね、いやーきつ、もう初っ端からもう早で朝早く出勤しましてね、仕事っていうのが今週はずっとそうでしたね。いやお疲れでございましてなので野島滝の方行こうかななんて思ったんですけど、ちょっと今日はどうしよっかなと思って、まあ、とりあえず幕張方面に来てみたんですけどね、住んでるところからまあ近いもので、まあ、気が向けばさらに走って、まあ東京ゲートブリッジでも見物に行こうかななんてのは思ってますけどあくまでやっぱりその疲れ方次第なので、確実にですね、野島崎に行くよりかは疲れないと思いますがとりあえずまあここ今幕張のね大きな橋とこ来ましたけどもね、こっち方面って高藤さんあんまり来ないもんでね、まあ、たまにはこっち方面もいいのかななんて思いましてね、いやお腹がいっぱいでござるよこれは。いえね、今日は仕事終わりましてね、で弥生県の方に、ご飯を食べに行きました。牡蠣限定で今冷や汁って言いましたっけね、あれが高藤さんだからちょっと今年ハマっちゃいまして弥生県行くたび冷や汁を頼むようになりましたね。今日も食べました。はい今、まあ、期間限定ということでですね、味噌汁、お味噌汁がですね、150円だったかな、あれで、冷や汁の方に変更できるということでございまして、今日は、なんだ、つぼ漬けカルビ定食、ちょっと肉系のあるものがちょっと食べたいな、なんて思いましてね。で、まあ、それを頼んだんですけどね。でそのね冷や汁の変更券がおっと思って見つけちゃったものでね、すかさずね冷や汁の方を変更しました。私ね、美味しゅうございましたあの定食の方ですとね、なんだ鶏天とあと焼いたアジですね、こちらがついてきますね。要はね、そのアジ焼いたやつほぐしましてね。で、味噌汁の中入れまして。で、よくかき混ぜてね、食べるわけでございますよ。それがまた抜群に美味しゅうございますね。で、高藤さん、これ個人的な高藤さんだけの食べ方かな。他の方やってらっしゃるかどうか分かりませんが、
やる気いきますとね、お漬物っていうんですかね、配られますよね。まあデフォルトで置いてあるとこもあるのかな。今はあれなのかな、さっきついて持ってくる形式なのかな。まあそのね、お漬物、あれをね、冷や汁の中に入れてね、一緒に食べますとね、なかなか美味しいございまして。そういう食べ方で高蔵さんいつも冷や汁の方は食べておりますね。まあやはりね、この暑くなりましたから、冷や汁っていうぐらいなので、味噌汁もね、冷やされてるわけでございますよ。氷なんかが浮かんでおりましてね、なかなか美味しいでございます。いやー、こっちの方着慣れてないんで若干緊張しますね、やっぱね。ここは結構路中がもうございますね、気をつけて行かないとまずいですね、これね。これは何の路中をされているんでしょうかね。スタジアムのあれなんですかね、送り迎えみたいな感じなんですかね。まあなんかスタジアム、今左手にね、QVC だっけな、あれのスタジアム今通り過ぎてきましてね、っていうところでございますね。マリンスタジアムって言いましたか。おお、これ観戦、野球観戦のお客さんでしょうかね。左手、結構歩いてございますね。右手にはイオンモールがございます。高田さんね、これね、一回も行ったことないですね、これね。まあまあ用事がないので行かないっていうだけなんですけど、結構ね、広い敷地でね、これね、一日楽しめるんじゃないでございましょうかね、これね。すごい広いな、しかしの。まあ私ね、一人でここ買い物来てもね、楽しめないでしょうから。まあ行くことはないと思いますけど、こちらの方来ますと、やはりね、都会、でございますから、やっぱ明るいですね。いつもの夜走りとはやはり様相が違いますね。いや、素敵な感じですね、夜はね。こういう夜走りもやはりたまにはいいですかね。この街のね、街の明かりって言いましょうかね。この先一般道、速度取り締まりにご注意ください。よっしゃ。いやでも運転してますとやはり、このストレスはやっぱり吹っ飛びますね。行きはやっぱり楽しいので眠気は来ないんですけど、多分帰りにどっと来そうですけどね。東京ゲートブリッジ行って帰ってくるだけなら、そんな道が混んでなければ、そんなにかかんないんじゃないかななんて思ってますけど、いかんせん道路事情がこっちの方はわからないので。ストレス抱えてたのかな。また高蔵様のちょっとねポチっちゃいまして、やってしまいましたね、これね。また結構な金額するものをポチってしまいまして。まあ何をポチったかと言いますと、まあフロントのリップスポイラーっていうんですかね、あれをですねちょっと別のやつにしようかななんて思いましてね、ポチった次第でございます。今私はティクオフさんのカップスポイラーを入れておりますけどもね、カーボンタイプでしたっけ、あれを入れておりますけども、なんか最近ですね、まあカップスポイラー正面からね、見たこの
たたずまいと言いましょうか。あれは素晴らしく私気に入ってるんですけどもね、これはちょっとなんか横から見た時にですね、若干ちょっとんと最近思ってきちゃいましてね、なんかポテッとしてんなと言いましょうか。まあこれ私の個人的な思いなのでね、皆さんには当てはまらないと思いますが、最近ちょっとカップスポイラーに不満が出てきてしまいまして、でまああれこれあれこれ、ね、暇な時にサイトね、パーツどんなのつくかなとかいろいろ見てる時に、どこだっけ KLC だったかな、あれのリップスポイラーがおっと思いましてね、これはなかなかかっこいいんじゃねえかなって思いまして、そちらの方をね、ポジってしまいました。で今回はもう自分で塗装するのはやめまして、塗装してもらいました。高蔵さんの好きな純正のまあピュアレッドですかね、あちらで塗装してもらうことにしました。はい、本当はなんかねこう塗り分けとかね、頼むとかっこよくなるんでしょうけど、その分お値段も関わるものでね、今回は単色ピュアレッド一色のみに、はい、しました。頼んで3週間4週間ぐらいかかると連絡がございましたね。なので来月でございますね、来るのはね。今からすごく楽しみでございます、これね。まあ、その頃にはだいぶ外気温もね涼しくなってると思うので、まあ取り付けすぐできるんじゃないかななんて思いますけど、まあ、高藤さんの近況はそんな感じでございますかね。とりあえずでもまあ今週乗り切れたのでね、この忙しい週がで、来週はおよそ 1km 先 200m 渋滞しています。今週ほどは忙しくないようですが、まあ相変わらず早出はしなくちゃならんというね状況でして、土曜日も今日丸一日仕事でしたもんでね、いつもだと3時ぐらいで終わるんですけど、今日はもうびっちり、定時6時かぐらいまでねびっちり働かされましたので、だいぶ疲れてますよ。でもやっぱりこのワークスちゃんね運転してますとね、やはりねこの疲れが吹っ飛びますわ。楽しいでございますやっぱりね。まあ、外のね今夜気温もね28度ワークスのまあこれ外気温計なのでね、ちょっと外は高いかもわからんすけど、まあ、30度ないんだななんて思いまして、ちょっとずつですがその秋の気配と言いましょうかね、季節が移り変わってきてるのかななんていうありますけど、まだね残暑とかねあると思いますんで、ここは若松って言いましたかね、これは渋滞でございますね。まあじゃあ今日そうですね、一旦したら動画ねこの辺にしましょうかね。じゃあ東京ゲートブリッジまたね入ってきましたらもう一回回そうかななんて思っております。ではそれではね一旦失礼します。ぼーちぼーちでございますね。東京ゲートブリッジ近づいてきましたんで、GoPro 回します。はい。久しぶりでございますね。右手にちょっと遠くではございますが、見えてきてございますね。まあ GoPro さんだとちょっと分かりづらいと思いますけどね。ただいま見えております。はい。
やー、綺麗ですね、やっぱ夜はね。これは素晴らしいですね。いや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 、あー、これはいいね。ただいつもね、あれなんですよね、これね、東京ゲートブリッジ来て帰りどうしようかっていつも思うんですよね。どっかで U ターンをしなきゃななんて思うんですけどね、なかなかこの辺の道は私よく分かってないもんでね。いつももう冒険でございます。今日もそうでしょうけど。これこの道ずっとまっすぐ行ったらどこ出るんですかね。ちょっと行ってみましょうかね、今日は。あ、大井ふ頭に出るのか。大井ふ頭って言われても地名しか分かんないですけどね。羽田空港とかね、そういうあるところですもんね。あ、ちょうどこの信号待ちになってしまいました。はい、この辺はまあね、やっぱりあれ中金とかですもんね、もちろんね。あ、いや、これ、なるほど、左に行くとで行きますとね、若洲、海浜公園というものがござるんですね。あー、なるほどね。あ、キャンプ場とかもあるんですね。もう、この辺ね、夜でも、湾岸道路って言いましたっけね、ここ来る道ね、357。まあ、混んでましたけど、一度こっちね、はい、一本こっち入ると、そんなんでもないですね、はい。どうしようかな、また行ってぐるっと戻って帰ってこようか。すごい悩むんですよね。さーてと、ここからが上り口でございますね。この先白バイ取り締まりにご注意ください。さあ行きましょう。東京ゲートブリッジでございます。つってね、あんまりゴープロじゃ見えないですけどね、これね。夜の東京ゲートブリッジは2回目かな。前にもちょろっと夜走りしますなんつって来たことありましたもんね。見えてきましたね。綺麗でございますね、これに。昼のね、この辺の景色も好きなんですけど、やっぱあれこれ夜ですね、これね。反対側が綺麗なんですよね、これね、多分ね。どうしようかな、今日どっかで U ターンかまして反対行きましょうかね、今度ね。GoPro じゃね、東京の景色とかは映らんでしょうけどね。でこれね、サンバイザーにずっと固定なものでね、手持ち撮影とかではございませんで、なんかね、こう駐車してね、一服でもできりゃいいんですけどね、こんな綺麗な景色でね。まあそういうわけにもいかないところみたいで。あー、でもやっぱ風強いですね、すごいっすわ。おー、飛行機が近い。おー、飛行機が近い。おー、すげえ、こんな近くも飛行機が。まあ羽田空港ありますもんね。まあそりゃそうかっていう感じですわな。もう滑走路がね、右に見えてきてますからね、これね。いいでございますね、これね。トラックに煽られるので脱がしてくださいね。私遅いのでね。いやね、これね、飛行機、今年高藤さんはね、実家のある北海道には帰りませんので、左手に見えてますね、羽田空港の方には。もうここ2年ぐらい行ってないのかな。結構やっぱりでもこうふらつきますね。もうね、バイクでも何回か GoPro でね、撮りながらとかね、来たことはあるんですけど、やはり二輪の方がね、風の影響はやっぱり受けますよね、これね。当たり前っちゃ当たり前ですけど。ちょっとたまにはというか、でも反対側の方が車の流れと言いましょうかね、ある感じですね。その先
うん、で、ちょっとね、どこぞかでちょっと U ターンして、ちょっと反対側、まあ見えないと思いますけどね、ちょっと撮ってみましょうかね。では、一旦失礼します。おー、すげえ。飛行機がすげえ地形で。ちょっと U ターンできるところがありましたU ターンしてきまして、はい。先ほどとは逆側にやってまいりました、はい。すごいね、やっぱこの辺は空港近いんで、飛行機が、間近に見えるっていう感じで。すごいな楽しいなこれスピードを出したくなるような道ですね、これね、直線長くて、結構ね、昼間とか、夜でもそうでしょうけど、取り締まりとかね、多いんじゃないかななんて思いますね、これね。これが逆側でございますね。あまりやっぱり GoPro だとは分かんないですもんね。また飛行機来ましたね。やっぱ低いところを飛んできますね、やっぱね。着陸態勢って言いましょうかね。飛び立ってるやつもやっぱ見えるんですよね、やっぱね、これね。左手には東京の街並みが今見えてますけど、まあ GoPro だとやっぱね無理ですね。これね、サンバイザーから撮って、横にちょっと向ければ多分、まあ見えるかと思いますけどね。ちょっと運転中なものでね。今度ね、ここを通るときだけこうカメラ横向きにつけてもいいかもしれませんね、今度ね。やってみましょうかね、今度ね。でも素晴らしいね、やっぱね、景色は。これはいいですもん。素晴らしいね、これね。素晴らしいね、一言ですね、これは。やっぱ、普段の夜走りには、ない光景ですわ、これは。こういう綺麗なね、景色見て、運転楽しんで、今日は随分とストレスが発散されましたよ。来てよかったですわ。他ね、もともと本当疲れてますんで、運転大丈夫かななんて、ちょっと不安もあったんですけど、やっぱり来てよかったっすね。降りてきました。短い、区間ではございましたけどもね、このいい景色も見れたので、はい。もう、ぼちぼち夜中10時でございますので、そろそろね、千葉の方に戻っていきたいと思いますよ。今日は早く着いて寝たいなと。いつもの夜走りとは違いましてね。12時までには、確実に、着くと思います。はい。ところどころね、混んでるところ、ございますでしょうけどもね。安全運転でね、今日の夜走りを終えたいと思っております。それではですね、今日も、ご視聴誠にありがとうございました。高蔵でございました。今締めのコメントがあんまり思いつきませんで今日はね、動画この辺で終わりにしたいと思います。高蔵でございました。またね、次の動画で、お会いしましょう。高蔵でございました。それでは失礼します。